よびのりチャンネル。あーどうも、日々これ撮影、よびのりたくみです。僕ってバズると思ったツイートは必ず夜10時から11時に投稿するじゃないですか。今回そのことはどうでもいいんですが、私が6月に新しく出版する本について話していきたいと思います。まずこのチャンネルでは大学生向けの数学や物理の動画を今まで200本近く上げてきたんですが、今回のこの本ではその動画の中から大学 1,2 年生がつまずきやすい数学の授業動画を完全に書籍化いたしました。つまり今回のこの本の主な対象は理系大学生の方であったり、理系社会人の方であったり、もしくは呼び乗り巧みに貢ぎたい方となっております。しかしこの本には大きな欠点がございまして、その欠点を説明するためにこの本の Amazon ページの概要欄を読み上げていきたいと思います。本書では呼び乗りの動画の中から学部 1,2 年生がつまずく数学の単元を厳選し、その動画にある緩い口調やパボゼロのボケを含む独特の空気感を完全に再現した、そう、再現してしまったこと。いや、私も動画が文字起こしされたものを初めて見た時にはとても複雑な気持ちになりました。それがどうしてかというと、一度自分が発信したファボゼロのボケを再び見る必要があったということ、そしてさらにそれが動画のようにはごまかしが効かない文字であったということです。しかしそんな地獄のような作業に耐えてようやく出版にたどり着きました。最後に本で勉強することの良さを私の口から話しておきましょう。確かに動画学習というのは手軽で便利なツールなのですが、本には動画にない良さがたくさんあります。その一つが自分のペースで勉強できるということ。自分以外に授業を進める人間は他にいません。そして二つ目が情報を俯瞰的に見やすいということ。本は関連ページを探す時間がすごく早いので、いろんな分野を横断的に勉強することができます。それでは今回の話を最後にまとめると、理系大学生や理系社会人、読み寄り巧みに貢ぎたい方は概要欄にある Amazon ページに行って早速この本を予約しましょう。そして本を手に入れて情報を俯瞰的に見る目、つまり鷹の目を一緒に手に入れよう。僕って過去の動画で3回だけ白い服着てるじゃないですか。いや、こんないい声出ねえよ。